はい、さあ白熱のバトル後半戦スタートですね、はい、さあピップさんの重厚な麻雀、はい、いただきましょう。さあ坂下の極めし廃効率でモッサンの見極める馬鏡、もうなんかめっちゃ面白い戦いや。はい、始まりました。そのままの場所みたいなので、そうですね、場所こうはないですね、はい、さあどうなるんかな後半戦。まだ団子状態やから全然ね、誰が行くとか誰があかんとか全然ないんでね。誰が吸うそう。さあインターバル挟んでちょっと手が落ちましたね、ワンチャンスさん。和歌山じゃないですね、多分なんか福岡でした。どこでしたっけ、あの久米さんと行った時、もさん大分ちゃうかな、なんか大分なんか大分とかちゃう、そんな遠かったっけ、言っちゃいましたっけ、4人打ちでしたっけ、4人打ちライバル優勝したの中前さんで、はい、誰か優勝した、あ、はい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 、あれそうですね、そうですそうです、大分ちゃいます、あれ大分でした、大分、ほら大分や、大分大分、あいちゃん大分、え、優勝ってこうライバル優勝した人ですかね、ライバル優勝したのは僕ですよ、はい違います、あの4人うちのライバルですね、あれ優勝しましたよ僕確か、それを言ってくれてんのかな、多分仲間ファンがおるんですね、信者、はい、仲間信者も山盛りてますからね、和歌山の方にそれあれやろ、親戚のおばちゃんとかも含めやろ、はい、ビップさんがすごい、はい、はい、余りまくってる、おっと、おこれで順平ウーピン、イースーチーピン、さあこれね、けど効果不効果ね、しっかり国士言ってるっすけど、チュンペイ1枚もカットしてないっていう。さあ、これちょっと、さあ、これウーピン先切り、もう合わせましょう。さあ、これで、ウーパーピン、シャーイーソー。さあ、これ、チュロッと。さあ、両ピン、ロスを、あの、そこから行きましょう。よいしょ。さあ、これで、展開。さあ、これちょっと難しいですね。イーソー外していって、そうですね。ただね、イーソーシャー。全然ありやな、これ、なんか何やったらそうな。ソーリー・ジー・イズ・ジビーの転売が入りました。さあ、泣くことなく転売りました。さあ、どうなるイース・チーピンは、1、2、3、4、5、12-5、7山。さあ、太いリーチだ。12-5 だ。さあ、七山のイースジービン。一枚ね、今、山本くんがカットしたんです。カーン。さあ、親、さようならと。よいしょ。さあ、シンドラ、急走かけつからイースジービンにならず。よいしょ。さあ、これね、ちょっともう、なんか行きにくいですね、いろいろと。カーン入ったらね。けど、ちょっと切る範囲もないですね。ちょっとジャックプッシュいたしましょう。さあ、どんどん進んでまいりました、ちゅんないけど。いや、そうですね。さあ、イスチーピン。なかなか積もらないですね、このイスチーピン。さあ、リャンピン。そろそろね、けどイスチーピンの濃度かなり上がってきてますからね。よいしょ、ナムル。よいしょ。あー、出ちゃう、出ちゃう。イスチーピンでございます。リチュン、1、2、3。リーチュン3、4、羽1から、羽2。羽2温泉。さあ、これはね、親のワンチャンさんはね、だいぶ助かりましたね、これ。本来ね、ジャパン2積もられてるところなんで。さあ、ウィップさんの親でございます。はい、じゃあもしかして自分の飲み物だけ買ってきたん？はい。そらないわ。いや、あの、バイブしてないやつ、なんで買うの？何ちょっと言ってるか分かる、震えへんやつは困すか、僕マナーモード誰も震えへん、オッケーっす、さっきまで震えてました、話しな、おっとお前さん、ビップさんがなんか、ワンチャンさんが一番マシかな、皆さんちょっと、ああそうですね、転換地図を入れば一気に引き締まる感じですね、地層は、そう、まだ誰もね、誰も使ってないんで。さあ、リャンピンで、これ、チートいつ模様ですね。あ、ワンコ、おっと、さあ、これ、ピ、ソーズ1から5。いや、全部、1から5。ピンズ2から9。全部転売。そ
次行きましょう。さあ、サブローピンの天敗。レジェイ。レジェイ。先手必勝、サブローピン。さあ、ビップさんしんどいですね、このリーチ打たれたら。これちょっときついですね。ねえ。切る範囲ないですもんね。そう、これで4チリも構えている。うわぁ、うわぁ、待てば。まあまあね、これはサブローピン1でね。でね、さあ、それサブローピン、何これ？ 7 山や。山盛りや。何や、これ。誰も持ってないし。こんなことあんの？いや、すごいね。何や。7山、誰も持ってないサブローピン。自分で使ってる1枚だけ。すごいな。さあ、ビップさんがチートイツイシャンテになる。さあ、これね、ウピンの筋でね、パーピンで、ね、切りましょう。とりあえず一旦パーピンいきましょう。おっと、おっと、急走勝負しました。急走。よいしょ。と。さあ、ビップさんね、後半はちょっと攻めると。サブロビ、山盛りおるわ。まだサブロビ引かないです。誰も。何だこれ。さあ、青は完せず、1枚切りました。さあ、パーソーに引っ付けば、テンパイでございます。これ、ウーパーピンの方が早かった。なんやこれ。さあ、いいピンちゃいます？一旦パーピンに行きましょうと。一旦パー。よいしょ、もうさすがに。さすがに。リーズも一丁、裏失礼。うー、毎日。はい。いける？まだ大丈夫。うん、全然大丈夫。さあ、トンラスでございます。ドラが3ピン。さあ、あとはパイパイさんチューンがね、これ解いてちょっとほっと一息ついた感じですね。今のところね、花引きなんかせんと、まあ、チューン2丁の仕掛けになるでしょう。ワンチャンさんもちょっと微妙。おっと、さあ、シャーがいきなり解いていきました。ていうか、この3回戦ちょっと問いつばですね。なんかね、ずっとよいしょ、結構チートイが多い。よいしょ。さあ、ケピ、皆さん、これはちょっとモニモニする感じですね。さあ、シャワーを切って、現物、親源のね、キューピンを置いております。さあ、そろそろ、オート、もうこれはキューピン置くかな、ずっと。切るー。さあ、ピン。さあ、これどうするしていくのかな。ビッグさん、泣いていく感じ。今までの感じではね、ちょっと泣いていく感じでね、3、5、6で。シャンテンでございます。そう、チートイシャンテン、ここも縦やな。さあ、ちょっとね、ここからさばきが皆さん難しくなってきますよ。よいしょ。ワンチャンさんしんどいな、これ。これ叩けへんかな。そうですね、叩かないですね。チートイシャンテンなんでね、難しいな、これ。よいしょ。さあ、皆さん短期巡りと、おっと、感想が埋まっていく。よいしょ。さあ、難しいな。横も見つつか。さあ、スースーを切りました。もう1枚ね、少ない切りましょうと。さあ、チュンがあんこになりまして、さあ、これちょっと難しい。おっと、さあ、小さい。もうこれ縦みんなやめましたね。チュンがあんこになったんでね、 Q1 からも仕掛けるぞと。よいしょ。よいしょ。東関ロピン。さあ、これ難しい。ちょっと難しいですね。さあ、これでいいぞ。イーシャンテン、イースーチーピン、ランピン9番のイーシャンテンです。さあ、チューンがあるんでね、出てもポンできますと。痛い。よいしょ。さあ、こそ、よいしょ。さあ、7ピン、これちょっと難しいな。どうなるかやな。いつ固定してますね。そうです ね。ただチーソーがね、実は2枚生きてるんでね、その辺はどうなるかですよね。チーソーあっさり引きそうな感じもするんですけど。おー、びっくりした。おっと。さあ、これは何を切りますか。これ酸素ですね。おっと、おっと。さあ、両空想と。さあ、もうこれね、最後は急走で、単野をもつけに行きましょうと。よいしょ。あれ、僕、酸素切るんですよね。さあ、これは何を切る。これ難しいな。スーピンはもうないものとして見るからな。タバピアンコ。さあ、これはね、チュン。おー、あとさ、もうこれチートイズに固定。しましょう。ただチューンがないんでね。よいしょ。うわー、レジェー。ヤンウーソーが1,2,3,4,5,6、残り2枚。
さあ、なかなかイースーピン引かないと。そうですね。チーピンも、うぃ、キュスカーン。難しい。早元来て、リアンピン。さあ、リアンピンポンはしましたね。さあ、スージーピンの転売ですと。さあ、スージーピンがちょっと薄いかな。1、2、3、4、5、6、7。さあ、スージーピンは残り1枚。対して、リアンウースは残り2枚。2対1の戦いでございます。さあ、ここでスーピンで転売。さあ、チュン切るか。スーピン、おぉ、出ない。てねてね。はい、さあ、スーチーピン対リアン、うー、そう、まあ、チーピン対リアンソやな。あ、嘘も、嘘も、あ、そう、チーピン対リアンソ。よいしょ、うー、うー、危ない。よいしょ、さあ、3ピン。よいしょ、よいしょ、さあ、なかなか濃度が深くなってきました。さあ、これで1対1の戦いになりました。よいしょ。流れそう。いいでしょ。そう、ボスさんはね、タオパイパイさんね、このリアンピン泣きで宝珠のリアンソを避けました。あー、流れた。さあ、どうなる、うん、なんとかこのね、さあ、スチーピン対リアンウーソー。さあ、流局でございます。1000点ずつくださいと。さあ、親の流れ1本でございます。さあ、ドラゴン、ペッ。ちょっと、タオパイパイさんはちょっと厳しそうな配置でございますね。おっと、これワンチャンスさん、今ちょっとええ感じのハイパイやったような気するな。ペイも統一で。そう、おぉ、え、めっちゃ仕上がりかけのハイパイや。さあ、これでね、チュンペイ泣いてペン3ピンと。勝者にも行きますしね。どうなるか。さあ、なんがもちもちなのが、もちもちではないか。これも、うわぁ、こちら3品なくなりましたね。3品0枚。さあ、きつい。あ、これで1品か。で、こう上に上がっていって3品解消しそうですね。そうですね。難しそうだよな。おっと、トン。うわ、持てない。さあ、なん。ああいう形になったら自敗どれ引いてもなんかおって思いますよ。はい。ってなる。さあ、ウソはアンコー。よいしょ。さあ、チュンもアンコー。チュンもアンコー。さあ、これ3品がね、今のとこ、あ、1枚だけ生きてんのか、3品。いや、0枚。あ、0ですか。はい。おっと、0枚の牌を切られる。さあ、これでさらに0になって、こうトーン重なったらね、えらいこっちゃっていう感じですね。3品はもう解消しますからね。これペイなくんちゃいます。おっと、丁寧。よいしょ。さあ、これでね、ウーパーピン、パーソーチーソーナンのシャンテンです、親が。さあ、これでいったペイはまだ切るか。ね、さあ、ペイ切るか。それとも、ペイ泣きますね。ペイ切りますね。さあ、ペイを泣きました。そして、これでウーピン泣けたら、あ、もう、ウビ引いたら、上がり目が出るって感じですね。どう？テンパイ。さあ、テンパイ、カンウーソーはペンサンソー。ただ、カンウーソーは0枚。さあ、どうする？一旦、リャンソー。そうですね。丁寧に一旦リャンソー行きましょう。さあ、スーピンプッシュ。よいしょ。おう。さあ、サブローピンだらけになってくる。パーピンはこれ、パーピンめっちゃおるな。さあ、一旦、イーソー行きましょう。さあ、リーチです。さあ、カンパーソーリーチを打ちました。さあ、パーソーは残り2枚。おっと、さあ、これでローソ切りで数字ピンだ。さあ、ローソ切っていきましょう。ちょっとね、厳しそうですが、いけ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 ど、現場にでもある。リーチー。さあ、数字ピンも薄いですと、2対2みたいな感じだよな。3ピンはありませんと。さあ、パーソー。出る！デニム。リーチ、カンチャンスリー、マガン、リーザン。いやー、ちょっとワンチャンさん、3品かわいそうですね。いきなりなかったですからね。いきなり0枚。もう無効ハイパイでいきなり0。でかい、ピンズ一切伸びひんっていう。G ばっかり。ねえ、2ピンとか引いたらね、そうですね、受けならんやろうけどね。受け替えれますけど。うん、ちょっとかわいそう。何も手代わりすることなく。一生換算品。
いや難しいですねこのハイパーイ、うん、パース、うん、音を鼻からまずまず音をまずまずですね行きますねこれ多分国士1234123456さあ泣きました西を泣いてねダチャを牽制しつつ本一も行きましょうマックスは数 C4 とさあこれねかぶせていきましょう皆さん字を早い段階でね字かぶせて切っていかんともう後々切られへんくなってきますよそうですねピップさんのように字をピシピシ切っていきましょうさあビップさんも再びドイツ人探偵になりましたさあこれ難しいなさあ横をね見てヤンウーソーを固定いたしましょうさあ9ピンに9ピンがひっつきましたさあこの9ピンはまだまださあこれ押し返すつもりですね同じ色での押し返しとさあこれでヤンウーピンチーピンとよいしょさあヤンピン入るよいしょチーピンがうーさあこれでさらに受けも広がるがもうね嘘引いてるんでいりませんとよいしょ、ふーっと、さあ、キューピンはポンしますかね。さあ、ポンしましょう。さあ、これでね、一歩前進と。さあ、いいピン強打でね。これけど、ワンチャンスさん、リャムパーピンのシャンテンですね。さあ、これちょっと、山本くん、タオパイパイさん、ちょっと、今のうちにウーパーピン処理しとかんと、えらい反撃食らうっすよ。おーとさ、トンがね、やっぱり切りにくいんでしょうね。よいしょ。さあ、9ピンに、泣いた9ピン、お帰りなさい。そう、ウーピン。さあ、ペンチーピンと。もうこれあれですね。トンを切らせない、チューンを切らせないと。いやー、これはちょっと、うまい。ビップさんって好き、色っぽいな。いやー、ね、ビップさん美しいですね。めちゃくちゃ綺麗ですよ、ね、美人な子でさあビップさんの方で感じピンの電波がめちゃくちゃいい街ただただチーピンカット今カットしてトンタン機でございますさあ嘘は切りましょうよいしょさあスピンさあトンが残り2枚とさあトン引いてしまいましたさあちょっと切りにくいさあ丁寧にさあペーさあここでトンを出すこれトンを出したらねだいぶ皆さん楽に実はなるんですよねそうですねトンタン機でね流局覚悟で行くの方が良かったかなと実はでもペイもね全然ありえますからねさあウーピンだったらとそういう話ですけどペイも1枚トンも1枚どっちも2枚でしたねさあここでさあこれでカンパーソンのテンパイが入りましたさあ、まあ、カンパーソンね、行くのはやめましょう。さあ、ペイになるか、トンになるかさ、チュン。さあ、チュンもね、これありがたいですね。よいしょ。さあ、ロッソー。よいしょ。さあ、なかなかペイにたどり着けません。さあ、ワンちゃんさんは、何言いそうと思ってたのか。よいしょ。さあ、パーソー。よいしょ。さあ、ここでパーピン。さあ、さすがにパーピン切りかな。さあ、ここで泣きの効果をね、最大限にするならペイ切りかなと。そうですね、ペイ切りいたしましょう。さあ、ただね、この押し出されてのさ、これはもてあそばれるように出てくる。さあ、チュンも出てくる。さあ、パーピンはね、ないです。さあ、これでね、一番高めの両ピンに受けました。さあ、これね、タオパイパイさんはこれ耐えましたね。これ、坂下、ワンチャンスにピンズ全然流れてないから、だいぶ耐えてるっすね。ピンズ流れとったら、えらいお仕置き食らってるっすからね。さあ、耐え切ったか。さあ、これでローピン切りで、さすがに。さあ、ビップさんもなかなかピンズを引きません。よいしょ。そうと。ウパーピンのテンパイかこれ違うな。ウパーピンウパーピンウパーピンどう出ます？ウパーピンや。お、さあ、これリャンウパーピンですね。え、これ
これ酸素切り何かが起きるかもわからん。これいやモッサンこれめっちゃ危ないんちゃいます。めっちゃ危ない。だこれパーピンいったらやばいですよ。パーピンいったら当たりますからね。パーピンはまあ、けど酸ロースを行くんちゃいます酸素か。あお、いやいややばいですよ絶対これ。やばい。青さ上がりに向かいましたが、リャンウーパーピン青1、2、3、4。あそうそうかそうか親弦か10パン。いや今のねビップさんちょっとあれですね、上がりを見に行きましたね。点を叩きに行きました。サブロストはね、もうどっちが掴んでもノーケアになる牌なんでね。親に現物を切りつつ上がり目も見ると。さあ、坂下ワンちゃんさんの親でございます。さあ、どうなるどうなる。よいしょ。さあ、白。よいしょ。ペパイさんは青をね仕掛けておりませんと。さあ2枚目の青は泣きましょう。さあ皆さん徐々に手が進んできましたね。目まぐるしい。さあ白を泣きました。親のワンちゃんさん。さあ、うん、またチートイツ模様もありえる。さあパソ9層払いましょうと。さあけど9層ねドラですけど、まあ今親にね取った牌なんでね。さあ親のね鼻灰をしっかり下げていきました。さあこれは結構このポンはね効果絶大ですね。さあ親はパーピン、キューピン、ローピンがシャンテンですね。さあウーピン。さあこれでねチーピン、ペンペンチーピンでございます。ペンペンチーピンちょっとねけど、まあちけどピップさん入るもんによったらね危ないな。さあここで何起きるか。さあローピン起きりました。ペン3ピンとペンチーピンケアしつつ、うわー出そう。あ出ないかな。一旦あけど出ないですね。何切るかですね。E ピン切る。E ピンおわ。C ピン浮かして C ピン引きに行くんちゃいます。これ E スーソ引いたら危ないですね。E スーソ引いたらやばいですね。C ピンさすがに出そうですね。ほっと危ない。あこれけど E ピン切って正解ですね。E ピンと E ピン引っついたら C ピン切りで3ピン E ピンですからね。そうそうそう。はい。よいしょ。さあ9層はドラですがいりませんと。よいしょ。さあウーピンが帰ってきました。さあこれちょっとねいらないんですけどね、ちょっともう親にねちょっとなんか刺さんのも嫌ですね。よいしょ。おーこれは危なさ。さあ一体今さあ何引くかな。これ3ピン引いたら最悪ですね。もたすね。さあこのスーピンこれでチーピンが出やすくなっちゃいます。うおっとリャンピンすごいこれはすごい、すごすぎる。これ多分3、だけど3ピンもちょっと勝負しにくいんか。いやでもまあどっちやろ。おっとカンウーピン、おしゃれ。いやここは3ピンいきましょう。ここは3ピンいきましょう。ランピンいってるやん。ウーピンいざ、うん、いざ尋常に勝負優勝。そのヤンピ優勝です。めちゃ強い。ワンチャンさんもう触れないんで、ね、ピンズ多分即相撲優勝。さあペリカン。さあタオパイパイさんも実はちょっと辛いんかな。でもパピの筋がね、一個も触れないんで。すごい怖いスピン。さあ、リャンプ嘘はもうね、親なんでね、もう何も止まらないでしょう。かわいい、抹茶なぁ。すごいな。さあ、生取りですか、いりません。さあパーピンかね、キューピン、どっちか出てる。おい、リャンウーピンでございます。リーズも4、リーズも、リーズも3からのフリー。マガン。いやー、すごい。ですね、さあ、3ピンを勝負したご褒美のリャンピンヒゲリズも。さあ、7、2曲でございます。さあ、皆さん、歌っております。ビップさんグイッといってほしいですね。お、赤いぞと。しかもセンチャンパイもちゃんとあるぞと。赤いぞと。
お父さん、これはタオパイパイさんですね、多分今回。お父さん、負けじと差を重ねていく。ほんまちょっと統一倍ですね、3回戦。なんかね。メンタンピンみたいなのがあんまない。そうですね。ね、全然その感じじゃないですね。縦に縦に。さあ、この青をね、いつリリースするかによってだいぶ変わってきますけどね。チーソー入る前にね、リリースしたいですね、するならば。さあ、徐々にビップさんの手が出来上がってくる。さあ、このペイにペイヒツ君はちょっとね、よいしょ、わー、チーソーカット。さあ、ここで青でポンするかな。さあ、ポンしましょう。さあ、これでね、ウーソー3ピン、リャンピン、ナンペイと。もうね、ナンペイでも仕掛けますと。まあ、ビップさんのね、リャンシャンテンのうちにね、ちょっとリランハイはね、切っていきましょう。ヤゲンは残しましょう。さあ、ここで漢字ピン入る。さあ、パーピン切れです。チーピンと、カンローソーとシャーチーソーと。さあ、一歩前進。よいしょ。全身ってほどでもなかったのか。さあ、急走。さあ、どうする。さあ、さすがにね、チーソー切りでね、リャンカンには受けませんでした、シャアがね。難しい。さあ、何を切りますか。パーソー急走か、それとも、リャンソ3走か。さあ、パーソー急走を選択いたしましょう。さあ、スーチーソーをね、自分いっぱい持ってるんで、さあ、ペイがあんこになって、何三ピン、リャンピン、リャン、ウソのシャアです。さあ、ここで転売。さあ、スジミリジェイ。さあ、イスーソー。ブスッと、うわ、7層いらん。見えないっつ、よいしょ。さあ、いい層、いい層プッシュ。さあ、ビップさんがスーピンを引き入れてしまいました。さあ、チーソーを切るか。E1、大体 Q1 ですね。丁寧に立ち回りましょう。さあ、ここで何三ピンのテンパイが入りました。さあ、何三ピンが実はいっぱいおりますよと。え、何三ピン、これ全員も言い過ぎ。いや、全員この順目でシャンポン全員。うわー、出た。マンガーン。なんか、アイちゃん、命令、年齢制限で夜はお仕事無理なんですか。アイちゃんは大丈夫です。どういうことですか。年齢制限、アイちゃん未成年と思われてる。マージョンは行きますっけ、未成年。いや、あの、ダメやし、未成年じゃないから大丈夫です、はい、皆さん。未成年はやばいな。はい、未成年はダメです。あの、リンパイ募集しておいてください。未成年未成年ダメです。ちょちょ、45歳までちゃんと来て、あの後でまたポップでやります。46歳の人が来たらどうするんですか。綺麗な46歳はセーフです。汚い45歳もセーフやろ、ほんなら。はダメです。何やん、どういうこと。45歳に見えへん。45歳ほんで、その綺麗とか汚いって誰が判断するの、ジャッジするの。アイちゃんです。おっと、さあ、これやばいぞ、ワンチャンさん。これ嘘仕掛けるよな、さすがに。タオパイパイさんの、タオパイパイさん、これ嘘に引っ付けたいよな。さあ、これはもうどうする。さすがにもう3ピン切ろうか。ただね、表示牌、表示牌がチャッソなんで。うわ、うえ、こいつ上がり重視に行った。リアリストめ、これはリアリストや。リアリストやったのよ。さあ、この嘘は儲けすぎたらね、危ない。うー、急そう。さあ、これでちょっと嘘切れ。めちゃめちゃええ街いっぱい。すごいな、今のリアリストやな。あれ、お前さんで絶対ないっすね。僕絶対、私も絶対アカンさ。スワンコ行く。で、トイトイにも行く。僕、スーワン号にすぐ行くくせに、すぐトイトイにするから。泣く。僕、我慢せえ、全然。だからか。何？え、今、悪口言われた？まだ何言ってる。悪口言っていいじゃん。何言ってる。ほんま？悪口やな、今の。今、悪口ですよ、ね。何も言っていいですよ。さあ、ロケピンサブローソーを引きたい。ロケソーも太い。ホームリーチは太い。ロケソーだって1、枚しか、2枚か、2枚しか見てない。シックス山よいしょ。そう、ということはね、このサブローソンもね、結構多いはずなんで。つもう、こいつロケソン好きか、ほんま。あー、うわ、危ない、これトリプルいくかもしれん。トリプル1、2、3、4、5、6、7、8、クール、トリプルスレイ。はぁ、リアリスト。何をリアリスト、トリプルスリーで、まあええかってなってるね。
リアリストすごいな。すごいな、今の。数えてる数、チップめっちゃ数えてる、ちゃんと。もう分かってて。さあ、オーラストトリプルスリーで、送りました。すごいな、今の。うん。老朽層めっちゃ上がれるやん。老朽層好きやなぁ。はチップ今ザラザラってしてた。チップあるぜってやつ。そうですね。子供、麻雀教室は大丈夫ですね。あ、そっかそっか。はい。麻雀教室もあるっすもんね。ありますあります。今、松岡さんが。そうですね。松岡株式会社の松岡社長が、子供麻雀教室をやってあります。坂下の長所はね、すぐ誰とでも仲良くなれるんですよね。あ、はい、まあ、いいとこで、ね。全然、だ空気読まないんで、相手が大人じゃないとダメですよ。で、大人な感じで、もうなんか懐いてくるやつは、はいはいってできる人じゃないと危ないです。危ないですね。はい。無邪気。そう、今のトリプルスリーはでかいな。真っ赤やしな。あんまでも差開いてない。さあ、皆さん楽しそうに麻雀をしております。ちょっと楽しそうじゃなさそうな。今ちょっとたぎってるっすね。これは5回戦6回戦頑張らねば。相撲山をめくってちゃんと何入ってたかを研究してたっすね。大事ですね、データ麻雀。馬鹿をね、見るにはね、相撲山から。リアリストトリプルもあるんですね。あれすごいな、今の。ちょっとだるいよ。なんかだる。そうそう、なんかスワンコとなんかだしな、こいつってなったもん。いや、まああれでも茶草さすがに表示牌じゃなかったらパスをいってるんちゃいます。そうですね。パスドライやし。ひっくり返っとったっすからね。あ、でねね。さあ、ビップさん、ダブドラがトイツでございますと。ディディスティッ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 ティ。自分のもんだけのように買ってるやん。いや、130円しか持ってなかったんですよ。飲みます？いや。なんか、コカ・コーラライムってしてます？何それ？これなんですよ。あ、ライム入ってんの？いや、わかんないっす。何それ？わからんもん買う。怖ないんか。怖い、とっても怖い。お、一気にワンちゃんさん染めに来ましたね。ワンちゃんさん染めに行って、ワンちゃんさん染めに行ってる。もう染まってます。はい、これです、ワンちゃんさん。あ、照射輪。さあ、照射輪イーシャンテンでございます。さあ、イースーチーピン、イースーピンと照射輪。イースーチーソー、イースーピンか。うん、さあ、ちょっとずつ椅子地層がカットされていく。今ビップで、よいしょ、ビップさん。あ、でもスコアどうですか。これビップさん現在がトップですよね。ビップさんウーピアンゴなった。ダブルやで、しかも親やで。ビップさん2連勝やったらトップですよね。全然トップ。 1個でもでかかったら、うん、ね、結構結局結局2連勝はいるわ。 2勝いる。さあ、ダバイバイさん、なかなかモヤモヤした展開でございます。さあ、白1枚も出てないですが、さあ、イーソーうまいことカット。さあ、スーソーもカット。おー、よいしょ、そろそろテンパりたい。これあれやな、 E1？ あ、ちょちょ、嘘嘘入ってテンパありそうかな。もっさん、イスチーソー引かなさそう。引いていく。さあ、ここはね、しっかりめの闇イスピン。さあ、ここはね、ちょっと実はこれ置いときますからね。さあ、イーソーイーソーといきますかでしょうね。さあ、奥の方で、全然どっちでもチュンチュンで。さあ、チュンチュンと。さあ、ここで、さあ、しっかりね。おっと、さあ、テンパイ。うえ、クレ。これバリでかい。クリーチ。いっちゃう。うわー、テンパイ。いけ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 。ディズビー。チュンはね、今決めたの。バクだ、親の爆弾でかい。親の爆弾でかい。えぐいえぐいえぐい。親えぐい。親えぐい。親の手が。ここでディズビーでないとだいぶきつい。うえ。いや、爆弾。ひえ。白、うー、即、利息勝者。利息勝者。おお、これ。これ。親のトリプル級のをかわしましたね。ね。さあ、イースピンでテンパっていましたが、白を即で持ってきてしまいました。英語。
トラがパーピン。さあ、タオパイパイさん、親でございます。はい。今のすごいですね、ワンチャンスさんも。ワンチャンスさんはね、もうしっかり勝者決め打ちしてましたかね。ワンチャンスさんモードに入ってますね。なんだそれ、降格みたいな感じですなんじゃそれそんなモードあんの、あの人。ラプンツェル、ラプンツェル、ラプンツェル、はい、ラプンツェルって崖の上の、あれラプンツェル、塔の上か。なんか髪の毛スロットにこんなんなかったっけ、なんかおもろいやつ、あ、リンネみたいなやつ。ラグランジ、あ、それ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 、ラブンジェじゃん。ラグランジでやった。間違った。全員全部違う。ラブンジェじゃなかった。いや、ラグランジやった。あれ打ったことあります？なる。面白いですよね。うん。ギャン嘘。さあ、ビップさんのリャン嘘どうなるか。おお、さあこれはどうするかな。もう急走をプッシュしそうなもんやけどな。そうですね、うん、急走いくか。さあ3ピン現物いきましたね。もうこれ1、3、3って落とすのかな。あ、じゃあじゃあもうそうか、現物いってね。6急走はもう最後の、はい、勝負牌な。注文も泣きますしね、絶対。リャン嘘は何枚ありますか。1、2、3、5山でございます。もうそのうち積もります。うーん、リャン嘘ね、5山ですからね。じゃあこれでリャンピン、リャンピンと。うわー、チュンタッチ。いや、もちろんいらんって格好になったら、ね、ウーパーピン、ウーパーソースチーピンになってるわ。さあ、全然これでいける。うわ、リャン嘘きた。あー、さあさあさあ、これきつい、リャン嘘きたな。全然いらんリャンスが来てしまっている。さあ何切る。さあウーピン、さあね、リャンピンとね、ウーピンのもう積もるリャンピンとパピンの中筋。さあここでチートイツにはちょっと考えましょうか。これは何を切るかは、うん、そうそう、チーソー、ベンチーソーがないと。あれ、ジョンスあと4山ですけどね。そう、このチーソーはすごいな、このチーソー。急走現物やったらの、まあ、筋足みたいな感じ。どういうこと。カッサさんが来る前にって感じかな。うーん、ちょっとわかんないですけど、なんかね、あるんでしょうね、その言ってる人だけのやつ。うん、チュンに絞ってるよな、これは絶対。ウーパー層もうないと思ってるのが、うん、さあ急走もね、ちょっとこれで枯れちゃいました。はい、そこもリャン層触らんために入ったんかもしれんな。あ、ジャンス来ましたね、ここ入りましたね。あと2枚、ウソ、高めしか残ってない。高めも安めもないわ、一平子でリャンスやから。あ、さあここでパーソでしたが、もうこれね、けどパーソちゃうわ、ウソ2枚。さあパーソ9ソと、まあ9ソからいけましょう。うわー、テンパイ、うわ、やるわこいつ。さあチーピン切りかな。けどチーピンも取ってないが、もうここまで来たら、うわー、丁寧丁寧、何だっけ、リアリスト、リアリストやな。リアリストなんか分からん、これは、これはよう分からん。丁寧よ、子供に売ってもよしの構えで絶対行った方がいい。あかん、これは。いや、あかんことはないけど、行ってもいいと思う、ね、全然行ってもいいと思う。だってスーチピンこんだけ持ってるから、もう行きにくうでしゃあないわ。さあこれけど結局な、切る範囲なくなんねん。そしたら初めから行っとけって話やし厳しい、坂下さんに。いるんかーい今は行くんかーいのやつ。そう、さあリアンスをしっかり重ねてきました。やりましたね。ウソ1枚だけありますよね。よいしょ。さあこれね、注文数チーピンもね、ちょっとない。うわー、これは無理。さあどうする。チートイツにもいかない、リアリスト。でもけど数チーピンね、1本や思ってるでしょうね、多分。うん、流れるんですね、5巡目。うん、辛いですよね。辛いな。もう条件戦やんからな、あのもう打たんでもいいって思ってる人もおるし、うん、さあテンパイ、さあリャンソー切りで、イスーソー、サンソー切りで、リャンソーチュンと。さあどうしますか。もうね、けどいかんでもいいかもしれないけど、そうですね、けど親番が流れちゃうんですよね。右から3番目にね、手をかけたらもうそのまま親が流れてしまいます。さあ2分の1、
どう通すか。いや、わからん。ほんまにわからん。親権維持のためだけに。これ親番流れたら次親回ってけへん可能性全然あるからな。酸素さあ、プッシュしました。さあ、かん。さあ、これで。よいしょ。はーい。親族。さあ、こう命がけでもぎ取った親番。はい。さあ、どうなるか、どうなるか。ドラが、リャンリャン。さあ、この親番、ちょっと一上がり、二上がりしたいところ。おお、さあ、命がけでもぎ取った親番。さあ、どうする。これ、一ピン、三ピン、パーピン、パーピンと。そんなことはない。ごめんなさい。さあ、ここも、まあまあ、良い。やっぱり配信見てたら麻雀したくなる。ね。さあ、うん。麻雀強くなる。あ、強くは絶対なるよ。見る、見るもん。なる、でも。いや、知らん、さあ、知らん。見るから絶対強くなる。さあ、わぁ。え？いや、いきなりちょっと、タッパーさん難しになった、さばきが。よいしょ。わた、さすがんか。さあ、これ、命がけの、これ、あれやな、さっきのテンパイ取りから、スーアンコイーシャンテになっております。さあ、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 ああ、けどこれ、けどこれ、ワンちゃんさんもいい感じになってきたわ。もうシャンテンやわ。ね。しかも、リャンピネ待ちになってる。あとさ、おしゃれ換算層。これは合っているのか。いや、これ全山やわ。おしゃれやわ、これ。さあ、どうする。さあ、パスをね、そうですね。一旦、うわ、つぼ、うわ、これほんま、おしゃれ、おしゃれめ。マンガン。かあ、これ履きそうやな。これおしゃれやな。親の切り見たな、今、リャンソースーソーって。坂下さんですか。うん。うまいですか。もううまい。シャンポン、一旦シャンポン取って、ウソ引きのサブロ9層とかもミント、もうあれ最終の街に決め打ったからな。完全に木の実効いてますやん。さあ、ここで、はい、下徳本、さあ、ペイがドラ、ペイがね、どうなるかですね。皆さんでもあんまり染めないですね。染めたりとか。まあ、別にいいと思う。ね。うん。青の一粒みたいに、僕みたいに染めてばっかりだあかん。私も染めちゃうから、ダメなんです。いや、さあ、これ難しいな。よいしょ。はい。はい。はい、はい。さあ、ジーピュッてひっついた。まあ、ペイがひっついたほんまこれ無敵やな。さあ、ビップさんもうペイ切っちゃいましょう。うん、横。よいしょ。よいしょ。おーたー。さあ、これでね、もうメンツ当たりました。リャン・ウー・パーピン、イー・スー・ソーと。メンツ候補はね、大方まとまりましたね。さあ、これでね、いつ、嘘を引いて、みたいな、急走パ、急走ローソーって切って、リャン、ウーパーピン、イスソーでも全然いいですし、これちょっとけど難しいな。さあ、一つ埋まりました。さあ、もうね、これペー切るか、嘘切るかで悩んでそうですね。さあ、これ難しいよな。さあ、嘘ね、切りましょう。さあ、これで、イスソー、ウーパーピンのシャンテンでございます。よいしょ。さあ、ウーパーピンがね、実はあんまりないんでね。さあ、これね、見事、ペイを引いて、とかできるか。ペイ引いてる、おそち、エロピンチーピンとか切れるか。無理ですね。そんなうまい。よいしょ。ウーパーピンになりそうっすね。ウーパーピンなったとてな、うん。そこまで激薄っていうわけではない。1、2、3、4、5。けど、5枚見えてるからな。あーっと。さあ、これでイーシャンテン。ビップさんはイーシャンテンでございます。ほっと。さあ、これでちょっとまた再び選択が出るが。まあ、嘘切ってますしね。よいしょ。さあ、ビップさんは、両ピン、三ピン、ブルーと。ビップさんに裁かれそうですね、なんか。よいしょ。難しそう。なんか安いな、ほんで。ほっと。マンチャンスさんのお手手が。マンチャンス、そうか。花一個抜いてるし、マンガンはあるじゃん。これでも。さあ、これは急走。あ、まあ、現物。さあ、ペイ。誰？テンパイ？誰かテンパイ？誰もテンパってない。さあ、テンパイ！ロケーション切りで。いい数数。さあ、これ、いい方。いい方に入りました。いい方引き入れたな、けど、1、2、3、4、5。あと3枚。いい数数は残り3枚でございます。十分でございます。1は1でも。おやりやしね。わあ、捕まされたー。さあ、とりあえず E ピン行きましょうか。
さあ、それともプッシュですか。まあね、一旦一品いきましょう。はい、さあ、パンツ。さあ、もう、これはね、全部切りにくいですね。そうですね。はい、よいしょ。はい。よいしょ。さあ、パピン。さあ、難しいぞ。チーソーを切るか、青を切るか。青はもう、しょんぱいですもんね。青を切りましょう。チーピン。スーソー。もう、スーソーの時間がやってくる。もうちょい先切っちゃおうかな。あとに山？ズモーリーズモ2丁。毎日。さあ、6000点の1枚。強いよ。強いじゃないですか。麺屋さん。麺屋さん。ドラがウーピンです。ウーピンダブルです。名誉がね。おお、危ない。なんかね、腹のウーピンダブルですよ。さあ、ビップさん、ここはね、一回トップ欲しいところでございます。ワンチャンさんはちょっと苦しいかな、ピンズがどう。さあ、これワンチャンさんに重なるはずはちゃうな。パスは違うところはないと。よいしょ。さあ、これは。はい。ヤムービー二度受けかな。さあ、ロビン、ロビンについた。これでパス9層で、ヤムピン引いたらヤムピンテンパイ、3ピン、スーピン引いたら。みたいな感じかな。リアムピンが一番丸そうやな。その前にソーズ引いて、また。血飛ばしもらいに行きます。また、これもう攻められへんからな。さあ、8000点の子では攻められへんねん。さあ、ペン酸素が火を吹く。さあ、もうね、何も切るのは嫌ですと。プッシュ、プッシュ、プッシュ、プッシュ。もうプッシュじゃん。切るもんないし。飛ばしもらいにでもうですよね。さあ、論争が出ました。つもりにいってるじゃん。よいしょ。結構はい高橋さん、めっちゃおもろいな。どうぞってやってたよ、はいはい、めっちゃあおるやんナチュラルあおりやからね、これね。その人、そうです。さあ、チュンポンしました。さあ、そこでサブローソと。よいしょ。さあ、ここはね、もうプッシュ戦闘ダメだと。はい、さあ、3層になるか。うわ、つもー、これナイスポーン。逆にナイスポーンですね、うん、リーズも1,2,3 マグナム、これはナイスポーン。6,4はい、これで何番入ります。ここでピッ、あー、これ止まるんですよ、ちゃんと。ここのタフすごい。ラーメン屋みんな大好きやからな、仕方ない。あいつあれやな、今日もしかったらあのラーメン屋の T シャツ着てたからやな。さあ、これね、タオパイパさん、ここで飛んじゃうとめちゃめちゃきつなる。ここ剣ヶ峰やね。メアファクトリー行ったことあります？ない。美味しいの？どこにあるやろ、ちょっと調べよう。美味しいのかな。何ラーメンが一番好きか。あ、あんま好きじゃう。僕ニンニクラーメン。え、違う、店の名前言ってんねんけど。僕ワッショイ。あ、寺田町の、あのビッグウェーブの人結構みんなワッショ。あ、上本町にありますよ。何？メイファクトリー。そうなんや。ビップさんの店にめっちゃ近い。谷奥つけ麺ですね、メイファクトリーは。めっちゃおしゃれなラーメン屋さん。ラーメン屋。おっと、さあ、これ今タオパイパイさんはしっかりウーピンひっつけていく。さあ、何引くか、スーピンとか引きたい。さあ、嘘を切るか、もうね、染めに行っちゃいましょう。自由聞くしね、泣いても。立ってよし、寝てよしと。ラーメン嫌いなやつ、よこのようにおんのって書いてる。そうや、おらんまであるよな。ま、太麺はあんま好き。すごいよな、ラーメンっていう食べ物。うん、カレーぐらいみんな好きやろ。さあ、ビップさん、
ピン酢の形が不安定でございますが、うちらでもあれですね、ラーメン通じない人はカムクラって言うんですけど、私らカムクラめっちゃ好きですね。カムクラ好き、美味しい。カムクラ美味しいですね。うん、体にいいからね。ね、勝手に野菜多いですからね。うん、あれ野菜スープでしょ。さあこれでパピンが入りました。さあこれでね、スーピン、カンスーピンとリャンピン、キューピンのシャンテンでございます。イズーピン入っても天杯にはなりませんと。スーピン入った時だけなりますと。はい。さあ何引くかな。さあこれでリャンピンキューピンのシャンテンシャンポーになりました。さあ何引きますかね、こっからカレーより。さあキューピン出ました。さあマンガン、ハネマンか、いや本一さん、マンガン、ハネマン、縦本一二三。さあハネマン、まあ、これはさっき飲んでね。さあモスさんこれでね、だいぶカレーもらう。だいぶこれ踏ん張ったな。ここでね、そうですね、ドラしっかり上がらんと、一回でも一回上がりたいな。一、うん、回でも上がらんと条件なくなっちゃうから。うん。もう最後の六半ちゃん目、ちょっとあんまり意味がないことになるってことですよね。うん。いや、まあまあ条件はあるけど、もうほんま狙うんがほぼ不可能な条件みたいな。あー、ちょっときつそう。センチャンパイが2個もいる。さあ何切るか、ワンチャンさんの方がやっぱいいね、手は、まあじっくりでも全然ね。ビップさんもちょっときついかな。おっと、さあセンチャンパイ一つゲット。ジャンソー冷麺始めてほしい。あけど冷麺ってやっぱうまいよな。もう僕盛岡冷麺が好きよ。なんですかそれ。あの硬くないね、普通のラーメンみたいな冷麺。え、中華麺みたいなのですか。そうそうそう、そう、トーポイポイさん、カンパーピンも入れています。さあこれね、サブロッソ、ロッソ引いたらね一通でね全然いけますと。チソ引いたらサブロッソのリーチが、さあリーチ、さあ漏れなくリーチが打てました。サブロッソすごい、これはさあ踏ん張ります。さあローソーが 1,2,3,4,5 残り3枚サブローソーでございます。さあこれね、もうワンちゃんさんはね、なあもう来てけえと思うんで。そうですね。うん、けど入るもんによったら切るか。おとさあチーピン。汁まみれのやつにて盛り上がれ。あ、そうなんや。え、嘘言うたんすか。いや、なんか僕の認識が違っただっけ。さあサブロッソになるか。うやばい、これ入った、こうプッシュしてくる可能性全然出てきた。今の危ないですね。いやこれ3層引いたらサブローキューピンになる。そんなうまい話ないよな。さあこれで3層短期が小さいか。さあ8、9って落とす手もある。さあ、はい、9、8と丁寧落とそうと。で、やみりたい。さあ3層にひっついて、ここマジでやみりたい。3層にひっついちゃうの。さあ1ピンプッシュ。さあ弱プッシュ挟みました。ここ勝負どころ飛びましたね。はい、確かにな。あ、休め、リズム一丁乗ったら嬉しい。3でオール。これはワンちゃんさんもついてますよね、これね。なんで逆入っとったら、だって出とったでしょ3層。逆危なくなかったですか今3層普通に。いや、あのちょ3層切ってテンパイのタイミングあったけど、はい、回避したやん小さパーソッケーソで。で、1ピン入ったでしょ。もう1回スピンで2切っとったら3層切ったでしょ。あ、まあまあ、これ長引いたら長引いたら危なかったでしょ。ほんで3層積もらったら一番休めで上がってもらえる。まあな、一番は一番ではない。まあまあ自分が上がることですよね。いやけど本来今の売ってもしゃあないレベルのあれやったけど、うん、しっかり、はい、うん。ビッグエブさんってご飯とかなんかあるんですか。ご飯しかない、ビッグエブは。え、どん兵衛とか。はいはいはい、どん兵衛とかすごいいっぱいある。UFO もあるし。いや違う、そっちなんで。頑張れやったら頑張るカレーみたいな。ない。ビッグウェーブ銀座カリー。やばいよ。めっちゃうまそうっすよ。めっちゃうまいで。え、何？ハヤシライスもある、ビッグウェーブ。めっちゃすごいですよ。うん。ピップさん、シャンテンや。イスチッピンロキュッソ。よいしょ、サウディ言ってますよ。え？マナーモード。じゃあこれあれや、ラインの方が普通になる。グゴーグゴー。さあイスチル、さあテンパイ、さあ老朽層のテンパイ、さあもうね行きましょう。ケケリンさん
レディーさあ、ローキューソーリーチが入りました。はい、レトルトですよ。そうです、レトルトです。ザ・レトルト、レトルト美味しいから。さあ、これはね、ワンチャンスさんはね、あ、もうペーもう売ってもよしでいったんだ。もうこれさっさと切っていかんと、全部急走とかも、はい、さあ3品もうまっすぐいってるね。ローキューソー、ローキューソー残りちょっと少ないな。さあ、これ親がね、来る前にね、親がね、ちょろちょろ押し出したらもう急走とかね、売っていくかもしれへんけど、これ早い段階でね、打たんとえらいことになりますよ。打ちトップの時はね、しっかり打ちトップ取っとかんと。自分親ですしね、次。そう。あ、じゃあこれ上がりにいっとる。シャンテンや。上がりに行くさやせ。しかもこの上がりに行けそうやからな、このパーソー、いい街っぽいから。うん。今いいやから。さあ、OK。よいしょ。さあ、6層。あ、注意が入ってるわ。なんで？日本語と麻雀覚えてない。了解。ポケマル。はいはい。ちょっとおもろい。日本語と麻雀覚えてない。そんなにおもろい。日本語はおもろいな。うん。おっと、さあ、これどうする？染めに行く？行きますか。ウーピンローピン切っていく？ちょっと通りそうやしな。わあ、まあ無理やな、これは老朽層でございます。このアイさんって呼ぶ方一人だけめちゃめちゃきつい方おるんですよ、私に。そうなの。まあ何でもいいんですけど。リーピン、1、2、3、マンガン。オーラス来たんちゃいます？さあ、オーラスワンチャンスさん、ちょっと笑ってますもんね。いい感じの、ほら好きだ、ドラがウーピンでございます。さあ、ワンチャンスさん、さらにワンピップさん、すごいすごい、何これ、すごい、あれこれもうシャンテンちゃうか、いいスーピンなんちゃらなんちゃらで、パーピン切りでテンパイなのかな。やっぱ3組は長いですね。あんましゃんないわ。いや、全然いいことですよ。さあ、パーピン切って急走も切っちゃいましょうと。さあ、タパパイさん、これはね、縦を見ていくしかないですね。もう次につながるってなったらね、縦見るしかないですかね。もう数番こう見るしかなさそうな。ほい。うおぉ、さあ、これでリアムパーソー、イースーピン、ウーピンのシャンテンになりました。3層もあるよと。うん、さあ、1通を見て3層から切っても全然いいでしょう。さあ、そうですね。うん、3層、パーソーがね、ちょっとないと。おぉ、だ。さあ、一つ一つずつ統一に。ビップさん、上方町あたら、ビッグエビさんと近いんですね。結構近い。ですよね。うん。おと、一通を見据えました、ビップさん。さあ、ワンちゃんさんは、何に何ひっつくかを考える時間でございます。よいしょ。お、来た。ん？来た？うん。何が？うん。何や？よいしょ。バースがないんか。そう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 。で、なんやったらその打点重視でちゃんと、うん、一通で、うん、レオパーソーのところをパーソーの一通に決めてるから。来た来た来た。さあ、これで、おー、これは意志を感じる。うん、かっこいいですね。さあ、カンパソー、さあ、残り1枚ですが、全然いいでしょ。ほっ、最後までね、最後の半チャンあるんでね。うん、よいしょ、おパワーアップしてからの、だってウーピンもドラやしな。リーチ1、2、3、4、5、10パンスタート。裏になったら、裏裏なったらトリプル2やからな。わお、さあこれね、うーん、惜しい。まあまあ、でもね、利息詰まったってこと違う、ギャンソー嘘ってね。さあ、なんか重なっていく。おい、またリアンソーばっかり。パースは上がりやから、次パースやね。パース、お、これもワンチャンス。パース丁寧勝て、こいつあれやわ、流しちょっといってるかもしれへん。おっと、さあこれでね、ないやつはね、と切っていきましょう。流しは100万ですね。流しマンガンのとことか行ったことあります？アイさん帰国子女やからしゃあない。帰国子女な。そうなんですよ。そうなんや。そうなんですよ。これアイさんって呼ぶ人2人おるん？いや、わかんないです。何それ。でも毎回見てくれてんねんなって思って、何でも。あ、やっぱりこれ流し言ってるわ。さあ、これ流し決まったらもうみんな無理やぞ、さすがに。
帰国子女やんって言ったの。しかも仲前さんからですからね。そうやで、ね。そんだけ日本語知らんて帰国子女やんって言ったの僕や、うん。そう。対戦者の顔オナシャス。あ、なるほど。ちょっと運営さんすいません。ちょっと皆さんの対局者の顔をちょっと抜いてください。みんなどんな顔してんのかなと。多分 VIP さんのあれですよ。皆さん厳しい。あの真剣な顔やと思うんですけど、ね、じゃあこれあれ、あ、うわ、もうモッサン嫌そうな顔してる、あ、めっちゃ嫌そうな顔してる、ね、あ、耐え、流しめっちゃ嫌そうな顔、もうムーやん、モッサン感情どこ行ったん、あれそうなん、ムーやん、いや違う、たまたま止まってる時にムーやん、あれでしょう、いやこれ、あ、あ、ほら、あ、もうやっぱVIPさんの内筋にしっかり、おー、すごいって言ってる、愛媛はバイマンなんや、今リャムパーソー取れてるところをモッサンがねカンパーソーをやったんで、それに対しておーって言ってた、さあ VIP さん素晴らしい、モッサン止まったっすね、高め乗りでしっかり上がっていきました、モッサン絶望の顔してる、うん、配信は顔抜かれてないって、あ、配信には出てなかったみたい、さっきのこっちのカメラやから、あ、そうか、あ、そっか、出てなかったんだ、絶望の顔してた、でもそうですね、もうこれダブル飛ばしとかしてさ、いやダブル飛ばしでもちょっときついんじゃないかな、ワイルドカード中島さより上行くっていうとこがあるからね、モッサン狙う無理か、いやちょっときつそうかな、120までいかんすか、123、まあ、ダブル飛ばしってなったらな、いきそうかな、まあそんなことでもあんまないですもんね、まあでも諦めず最後の条件ですよね、これ流し、いや、お前の流しやもんな。まあ、バリだるいやろな、この流し。このね、曲面。店内状態で流しされたら。さあ、リンさん、笑っております。はい。リンさんもね、リンパイなんですよ。モッサン。モッサン。笑ってないもん。また。かわいい顔してんのに、ね。一応条件を確認しております。リンさん所作とかもなんか綺麗やな、綺麗です、もういやし、むちゃむちゃいい人ですよ、優しい、むちゃむちゃ優しい、優しい、うん、もうなんかまあ大人って感じですね優しい人イコール大人、はい、さあ本日最終戦が始まりました、はい、さあドラゴパイパイさんの親からドラが何です、モッサンのどんな感じでしょうかね、スコアね、条件がね、皆さんあるから、ウィップさんはもう麻雀を楽しむって感じですね、うん、もう最後はね、いい、明日の麻雀にでしょ、つなげていきましょうでしょ、明日のマージャン、ビープさんの手がね、ちょっとカスカスやな、よいしょ、皆さん、今日が終わったらゴールデンウィーク明けになるんですよ、そうですね、5月7日と5月9日で2回戦が終わります、さあ、トパペさんいいじゃん、点かな、これは、うん、せな、カンリャンソーイスピン、カンリャンソー、え、じゃイスピン、リャンソー、イソー、あ、違う、分からん、もう一気に染めに行きましょう、行きましょう、行きましょう、今どんな感じですか、あれ全然やん、でしょ、え、行けますって、え、ほんまに、これでも間違ってません、さっき93やったでしょ、ちょっと間違ってそう、ちょっと行ってきますね、はい、ちょっと間違ってます、さすがにちょっと違いますよね、と思う、思う、間違ってますよね、これはもっと差はあるはずです、少々お待ちくださいね、今中前さん行っているのでピン切り見ました、ちょっとピップさんが真っ黒コロスケです、今言ってるんだと思いますかね、ちょっと違うんちゃうかと、イーソ酸素でテンパっておりますね、お、一応テンパイカンチーソー行きますか、リーチカンチーソー、ワンチャンさんのリーチです、
すごい。ホンチーソが1枚かな。合ってました？いや、あの、さっきビップさん撮った。え？あのトリプルでまくってる。え、マジ？マジで？え、けど、すげえ。あ、そうなんや。だから流しとかに免疫すぎてトリプルまくってる。あ、そうなんや。そう、そうなんや。だから、最終、みんなチャンスある。すげえ。めっちゃおもろい展開。ナイスビップさんやったんや。いや、そうやね。あ、すごい、ほんま。あ、そチャンスはきついや。全員あるじゃん。あ、ほんま、いつみちゃん。漫画です。飛ばして聞いて終わりですもん。あ、でも、いけるでしょ。飛ばしたら無理じゃん。ちょっと条件飛ばすだけやと無理や。え、もう、え、え、111と120縮まるんですよ。飛ばして、落ちたらやったら111と48。まあまあ、もう一人さらに飛ばして108あるんですけど。え、無理や。111と48。まあ、ちょっときついか。え、ちょっと無駄とかだと飛ばすだけで無理や。50になるんですもんね。プロ100、無理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 。あ、おたおた。まあ条件は、はい、って感じか。ダブル飛ばしでトップってことですね。そうですね。飛ばしだけでは無理ですね。飛ばしだけでは絶対無理。はい。ビップさんトップやったんですね。すごい。さっきのトリプル。ワイルドカードはね、ちょっとね、一組目のなんかあのマージャオさんがちょっとすごくて。ウパソで今やみましたね。おおおいってなってる。白ヤクヤクいっちょ、ヤクヤクいっちょ。テンパね。7は8。おーい、 いや、うまい。ワンチャンさんの親ドラがパーピンです。じゃじゃあ、もういいっす。ジャンルが一番うまい。うまいですよね、ワンちゃんさん。普通に上手ですよね。中丸さん、抜かされますよ。いや、無理だ。それはまだ大丈夫。うまいですか？うん。今まで植え付けてきたイメージあるから。ああ。中丸さん、年取ったら下手になりました？そんなことはない。いや、日々成長してる。ああ、すごいっす。なんすよ。いや、別に。下手で。ちょっとタオカイバイさんしんどいかな。皆さんそんなに早くなさそう。ちょっと、はい、チートイツいってますね、完全に。チートイツ。うん。ワンちゃんさんがもう一回ありそうかもしれん。え、これビップさんも条件あるんですか？ある。あ、まあ、ほんまにダブル飛ばし、ダブル飛ばし、うん、どっちもダブル飛ばしだったら優勝ですね。はいはいはい、どっちもダブル飛ばし。ワンちゃんさんは飛ぶだけやったら優勝。はい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 、余裕で優勝。ワンチャンスさんが飛ぶだけやったら優勝と。ね、飛んで51になって。うん、すごいね。51ってことは90ぐらいや。はい。やけど、あ、まあ、1000点ぐらいまで詰めて、じゃあ1万点ぐらいまで詰めてワンチャンス飛ばしたらいいけど、ダブル飛ばすと1点多分いけます。どっちのチップ代じゃな、じゃあ。これでビップさんトップ出たらおもろいのにな。本当だ、ビップさん急にね、ダブル飛ばしとかしてね。うん、トンパーピンいきますか。 DJ トンパーピン。パーピンが1枚、トンも1枚。パーピンがドラなんですね。はい。
パーピントンが。そうですね。あの点偏る前に自分だけ点ない。これをどうしますか。うん、押した方が得ですもんね。ぶってね。ワンちゃんさんは飛んでも優勝なんで、うちに行ってうちに行ってもありですね。うん、うわすごいな。もうトーン切って押しても全然いいですけどね。パイパイさんはちょっとしんどい。チートイを9万で降りましたか、回りましたか。うわーすごいな。もうトーン出ますね。出ません。こいつ最後の最後デスワンゴなった時だけや。すごいですね。最後の最後までとなります。逆に見えてんのよな、あいつ感じてんのよな、とも危ないって。むしろもうつもないんで打たないですね。ありえる。これは頑張ったらさすがに打つんじゃん。そう、あ、そう、危ない。リーズも1,2,3,4,5,6,7 8,9 トリプル2。あ、これちょっと出たね。これはちょっとおもろなって。もうはよトーン打っとかな。トーン打っといた方がいい。打っといた方がよかったですね、これは。絶対打った方がいいよ。これをトリプルですね。トリプル2です。これはちょっと、いや、これ危ない。これ次ね、漫画10番で多分もう2人飛ばしでね、マンツーも10番2も出まくらえる。危ない危ない危ない、これまくられますよ。今だって2番で分かる。はい、いくんですかね。3パーで、あ、ツモですよ。だからマンツモでダブル飛ばしなくてもまだいけるんですよ。1万点弱まで減らしていけるんですよ。探したドラがチュンです。モデルが1万点で、あ、なるほど。でしかもこれビップさん出てきましたよ。これあるわ。これめちゃめちゃおもろい。あるある、これチップあるしな。いや、そうね。はい、今のチップと、ちょっと今ので目出たんですよ。うわー、坂下さん、うわーってなるっすやん。やることない。だからね、ワンチャンスさんは把握してるかどうかわかんないですけど、自分が飛びに行った方がいいんですよ。これで羽も打って飛びに行く方がいいから。そうですよね。ツモで同時に点気づらいと危ない。ただそれで打ちに行って裏ポトンってなんかちょっと危ないかもしれない。いや打ちに行ったらいけるんちゃいます。いや、無理無理無理。タオバイバイさんが多分1万をさ、うわぁ、これ危ない、ほんまに。タバカさんが3パチ持ってる状態で行けたらまだ多分大丈夫。おはよう。え、分かってませんよね、多分。いや、分からん。さっきのはもう決め切るっていうのもあるかもしれない。ああ、そうですね。うわ、タワーさ、よくどうしよう。そうですね。ウーピン直引きとか。いや、ウーピン短期とかするかもしれない。急走、いいペーコつけていきました。これローピンとか入っちゃって。どうぞ。両ピン全然いらん。お、あ、そうなんや。はい、ここでチートも見てってことですね。リャンペーコありますからね。もうね、チュン切って、切り、あー、いや、あー、やばそう、これ。リャンペーコーっていっぱいや。ペーコー1、2。こんなチュン、もう一発だよ。
うえぇ、ー、白白白リョンペイコリョンペイコ1、2、これでもはい、いいですよ、全然頑張っていただく分は大丈夫です。まあ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 大丈夫です、余裕っす。おいけ、おい、うえー、あ、爆弾リーチです。3品はどこに、3品が2山、1山、さあ、気持ち悪くもない。なんだかんだ。もうそこ言ったら終わりだと。バービンかな。そんな感じします。どうしよう、今考えてるんですかね。売ったら終わると、けど、けど、さすがにね、あの、なんかどうしようかな。聞かないと、でも言わないですから。え、これどう、もう普通にね、売ったら終わる。今多分確認してるわ。はい、これどういう状況。あ、山田さんちょっと前に出てきてますもんね。飛ばされた場合は。はい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 。あ、降ります？でかい手やったら終わりなんやって思って。え、これでもでかい手でも終わりですか。終わらないです。終わらんけど。でしょ、ワンチャンさんトップですよね。だから今多分山田さん細かいやつやってくれてます。あ、チップの兼ね合いもあるから、はい、これのトリプルで裏取り次第で変わるかも、うん、ってなったら即チューンはね。ああ、そっか。でもこれ売って終わるんやったら行きますみたいな感じですね。あ、行きましょう、もうこんな嫌がってる。ずっと分かってない。対局途中教えて。まあけど聞かれたら条件的にあの何がとかじゃなくて何点で運ぶとか。条件教えてますね、今山田さんによる。さっきね、条件この細かい条件って難しいですからね。さっきがビップさんがトップやったみたいなね。うん、打敗を言えないです。あ、ダメなんやん。ダメってことですか？いや、わからん。いや、ダメって。だ、最悪のケース考えたときに、はいはい、こいつドラ抜くめすぎて。ああ、そう。流れた分やったら打点わかりやすいからさ、ええー、ねん。はい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 。けど、もし、利息で、チューン食って、えらいことになって、トリプルで、裏乗って、トリプルスリーで、とかなったら危ない。はい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 。切り遅れたんですね、ぬくめちゃって。これ、うん、リズムリャンペイコ2丁のトッパンですもんね。リャンペイコ2丁もういいんじゃないですか、チューン切っても。いやいや、分からへん、分からへんから。うん、だからどんな形でチューン当たるかが全然分からへんから。ああ、そういうことですね。照射輪とか。いや、照射輪やと終わりや。終わりやからっていうことですよね。うん、赤も1枚しか、はい。自分から2枚しか見えてないから。まあ、でも自分もね、ドラも結構あるし、まあ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 、まあ、超えていきやすくなってくるね。おー、もう3。でも三ピン三ピンやばい、ロンロンです。ちょっとおもろい。声遠くなったって言って。中前さんはね、今休憩しながら。休憩じゃない、あの確認しとって。ちょっと休憩しながら喋ってね。展開を確認しとって。声遠くなったっていうのバレてましたよ。いや、展開を考えとって。ちょっとおもろいでしょ。こうやってきたから、こうやってきた、こうやってきた。なんで？こうやってきたから、
この人がこう言ってくれて、こう言ってこう言ってリンパイ怖いまあね、あの 上の人間ではなく、そのこうバババって触れるからな、うん、全然そうそう、ここいなくん、うおー最悪なのポンリー、うわ最悪のポン、リズもリャンペーコ2丁リズも1、2、あれまだけど跳ねま、いやこれ一番危ない、いやほんまにですよ、リズもリャンペー1、2、こ一番いいやつ、いやこれ危ないぞこれ、坂下さんさっきの、ね、いや、だって、ね、いや、しかも、うちに行くんじゃなくて、テンパイやからな、坂下さん。いや、もうパーピンやからね。いや、これ、羽根つもでも危ないぞ、正味。え、これの方が危ないぞ。チップ3枚取ってるから、羽根つもで、モッサンも2万点になって。これの方がむしろうちにいた方がいいってことですか？うん。あ、もう遅い、遅いかもしれない。もうきつい、もうきついんちゃうから。もう何？きついかもしれない。もう普通に上がりに行かなかったことですか？うん。うわぁ、ビップさん、いけいけいけいリンパイ、枠じゃないけど、リンパイの宣伝のためにいけい売ったらやばいんちゃうかな、売ったらやばそうですよ、ね、さあ、なんかちょっと、ダークホースじゃないですか。ちょっと紙取って、なんかあるそこの裏書いていいですよ、ここに。めっちゃ手なんですよ。ダークホースですよ。はい、じゃあ見といてあれ。ちょっと計算する。はい、全然。はい。いやー、面白い。面白すぎる。ビップさんが、マイナス63。はい。いいシャンテビップさん、これあるよ、勝負中で、ワンチャンスがプラス110 ワンチャンさんだ、この差がこれめちゃめちゃ中前さんに言われるやん、無理やったらこれ111-63-43 111-63-43-44 違う49-58 ちゃうか、48モテるこれ、48差しかない、絶対ちゃうよな、110から、100から、あんまり43の音出したらいいんでしょ、48と63、うんうん、だからこれ差と差だから48です、ちょ絶対ちゃう、ここの差ビハインド111から、うん、48普通に74か、皆さんあれですよ、計算の方に集中になって111から40、63に何足したら111になる、48、絶対ちゃう、そうですって、そマイナスとプラスやから、あほんならなんどれしたらいいの、だから63111に、あじゃあ173か、じゃあ174、あ174歳だったらちょっと違うかな、これで坂下が飛んだとして、マイナス60で、これで飛んだとして114点もっとかなあかんと、でチップちょっと厳しいな、いやけどもうダブル飛ばしちゃったらいけるってことですよ、テンパイ、うわダブル飛ばしちゃっていけるってことですね、これ逆にヤンピン切りウーピン短切り、いやある一通ね、ありあり、うん、全然あるですよ、まあまあスチピンリッチさん、これ難しいところ、これでさあダブル飛ばしちゃっていけるんですよね、さあこれダブル飛ばしちゃ無理か、いや飛んでこれの差やから、うん、今やったらもう3が30と60で、もうじゃあなんかわからんくなっちゃった、でも状況あるから行かへんかったってことですもんね、坂下さん絶対あれうちに、いや多分分かってないと、山田さんでもやってたでしょ、だから数えとか、だから残さえ悪すぎないやつ、あまあまあドラを最後に意味分からん厳しい、いやそろそろ今回もだって降りてるよ、うんうんうん、何降りるってことけど、これ3がちょっと打ちに行ってますね、もうこっからだから出てダブル飛ばしちゃったらあるってことですよ、3はもう多分流ししてる、ちょっと遠いけど、え流しできない、山田さん行ってますよ、打ちに行ったよ、言ってます言ってます、あちょっと坂下をうわぁ、俺ウーピン絶対死ぬね、あれあったっすね、これ一通のね、そうちょうど高め、リーズも一通1、2、3、4、5、6、1個乗ってトリプルやった、やったらダメですね、でもいや、いけるか、いけるよ、いけるか、1個乗る条件、1個乗っていけるよ、あ、そっか、あれウーピン短期やで、ねえ、これどっちなんやろ、どうなんやろ、あ、お、モさん、電波り返した、あれ坂下って、はい、こいつ単用チート、うわーこいつ決まったっぽい上がりですね、これでも、いや耐えたな、けど今からまた何入何番に入ります、長いな今日ほんまにほんまに長い、
もう10時前すごい。ウーピンないわ。いやあれ、いや条件ある時のみね、超ド高めで一品切りで、スーチーピン積もってもね、今の多分あかんかったんですよ。スーチーピン積もったらダメやったんで、縦本行くか行かないかの差やと思うから。そうですね、うん、羽マン上がって引き上がったとってちょっと危なかったんでね、そうやったら超ド高めで2品切りで、いい時代探しても絶対来えへんから。そうですね、今のは全然ある、今のウーピン、中袋ウーピン短期はあるとこです。あれをね、最終の手として、あ、スーチーピン闇でタオパイパイさんから一旦上がって、そうですね、みたいな。そう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 、私もそっちかもしれへん。探したらやったらスルーちゃいます。私、うん、私は多分スーチーピン、タオパイパイさん闇入ってビビって入ってまうかな。ツーピン短期できんかな。ただ、テンパーでもワンチャンス。あら、同級生ワンチャンスさん、さっきのタイヤをチートイでうまいこと。また老朽層っすよ。もうリーチはいきません。闇です。あ、先輩入りました。いい数層。ビップさんも諦めません。最後に親来ますからね。はい。あとに響くやん、普通にやって。はい、ウーピン短期やったら。いいビン、椅子チービンとかじゃなくたら、うん、ちょ、あの、後に響くって、もうこれ、あれ積もってもだら、この曲終わってまうから。ああ、はい。そうです。あの、テンパイ取る、そうそう、テンパイ取るんやったら、裏一期待やったら、そこの、そこのマージャンにってことじゃなくてですか、この後に。え、ちゃうやん。今後のマージャンで、そう、条件なかったらさ、普通に打ったらいいけど、うんうん、条件ある状態で、おっと。積もった。リーズも、なん。一応からの、マンガン。さあ、マンガン。これね、また親来るんですよ、ここで。ヒヤヒヤされるんですよ。ね、けど結果的にウーピンで取らんで正解かもしらんからな、これで、ね、あれでウーピン積もっても乗らなトリプルないね。だから飛ばすだけになっちゃうってことですよね。そう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 、どれがシャーです。飛ばすだけやったら無理ですもんね。うん、ダブル飛ばしかもっとチップ取るかですか。うん、チップは結構取ってるもんな今ね。今これマイナス50プラス51で、はい、60、ああじゃあけどやっぱきついな。60になったとしてもプラス60入ってもマイナス3やろ、うん、これ54。今せっせと仲間さんが点数計算してます隣で。チップ3枚オールかなんか取ってたやんな。3枚オール取ってますの後にもっと取ってんちゃいますかね。3枚でギガ入ると思いますよ。3枚オールとおかなプラス6やとしたら、うん、え、あれって3点計算3000です、1本。ってことは9000ってこと。これはさらに9で、これが42になる。で、18入る。はい。プラス18入る。うわ、すごいってなってるみんな。72になる。ビップさんがちょっとしんどいことになります。わからんかったのか？こんだけ一生懸命。むずい。そこまで。夜が深い。何の話だ、ね、怖い。わからん。怖い。いやけど、あの、全然いけそうな。ほんまですか？54やまた計算し始めた。ブツブツ喋ってるし。ここ54差やから。はい。あ、これがさらに54差ってことは、こっから9差、僕18引いて36。モッサンが36のマイナスをついたら、坂下飛ばしたらいける。お、ヤンサイ転売ってことは、モッサンが、14点持ちか。モッサンが14000点持ってる状態で、はい、坂下を飛ばしたら、ワンチャンさんリャウンソで闇ってるんです。いける。闇リャウンソ硬い。さすがに。さあビップさん、全然モッサンもすごい手やわ。さあ、リーチ。あ、行きましたね。シャアもドライやしね。どうします？ワンチャンさんさっきから行きました。もう勝負だ勝負だ。リャウンソ。さあビップさん、めちゃめちゃでかいですよ、タオパイパイさんの手。ビップさん頑張れ。ウーパーソシャー。さあ、プッシュプッシュ。さあ、ウーパーソシャー、ウートーン。うえーこいつ、ほんまり強いな。リーソクズモ。リーソクズモ、タンまでついてんじゃん、これ。リーソクズモ、タン、1、2、3、4。ちょっと。10番。あ、これは。これは違う。この、しかもチップ持ってったん、むっちゃでかい。これ。んでまたね、これでもしこう上がってってことですもんね。これだいぶきつい。
やけどあのビップさんがこれでモッサンの条件はクリアしたと。ほんで、はい、見逃しまくりのそうそうそう探したからワンチャンスから上がって親迎えて親でもブッてやったらいける。親でもワンチャンスさんから1回上がってってことでしょうね。そうそうそう、1回上がらんでも、まあ、トリプルパシッてもいいし、あとりあえず一撃必殺ね。ここ万万ぐらい上がってリップさんがでも手が入らない今。ほんまやな、オラス親に向けて充電中やな。ただ間に合うかなんですよね。ここサオパイパイさんがもう8000点なんですよ。そうやな、うん、さあビップさん、さっきのハンちゃんもあれやからな、国士言ってます。リャンパースを、ね、否定してしっかり一通確定させてトリプル使ってまくってるからな。うん、さあどうする。うわダブ剣の1トイもいくつ、どっち。いやこれ勝者行っても全然いいと思う、ね、こっからピュッて、ね、トリプルありっすよね。うん、ダブ剣やからな。ダブ剣なんで時間経てば経つほど目が見えへんくなる。うん、難しい。行こう行こう。お、ペアこだいましたね。さあ、ビップさん、はい、よいしょ、うわー、一つ重なりました。さあ、ワンちゃんさん、もうちょっと徐々に進んでくる。もう一つ重ならず。はいはい。あれ、けどこれ数えとか積もったら話か。あ、けどちょっと微妙かな。わからん。条件、ちょっとそこ複雑。もう数えるのをやめてますやん。もう計算をやめた。おい。さあワンチャンスさんも徐々に進んでいく。ね、おっ、さあビップさん勝者にいいシャンテンでございます。面白いね。しかもドラが6個ある。1,2,3,4,5,6 勝者 1,2,3,4,5,6 こうやってリーチかけて積もってもっと数えやから、ね、数えたらあかんでしょ。いや数えたらあのチップさらに出るから行ったから坂下さんからの数えでしょ。それはリーチかけてうらうらならない。おっとさ、これはサブロッケーソテンパイかな、うん、だがしかしここでリーチほんでふっふっふっいけいけ、もう全部いったん一品です。あ、あとさトン、まあトンもね2枚枯れなんでね、うん、あードキドキするなぁ。これほんま速度やめてよ。このサブロー急増やめろよ。よし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 、さてっぱれ。うえぇー、すごい生かされた。これはあかん、くそー、もち糸井さんさんにしよう。まあまあ、うん、それしかないよなぁ。あーでもトップ、あーもう3000点残るか。おっとこれはタオパイバイさんに上がってもらうっていうのもいいですね。タオパイバイさんこれスワンコにしちゃってしかもチーピンは通りますと。あ、出る。うわー、これは出ちゃう。くそー、くそー、無理やな。見逃してくれ。見逃し。さすがに無理。マンガンリピさん、はい、あ、メンタンピンか、メンタンピンか、はい、ハネマンか、はい、あー、くっそー、こいつほんま踏ん張れよってやるやんけ。あの中行かれなかったのにね。いや結果的にけどそれでトップやからな今。はい、ドラマ嘘。なんか僕らからしたら、うん、もう打って、うん、勝ち抜けたらいいやんやけど、うん、あいつからしたらその打って、うん、あの目下がった状態で次勝ち抜かれんと、はい、ちゃんと勝ち抜いて上がらなあかんねやって思ってる説は若干ある。優勝まで見えますね。うん、全然。で、だから帰ってきた時に聞く。さすがに。だってあのチューンあそこまで置いてる。だからもうあんまり条件を考えずに普通にマージャンしてるわ多分。そうですね。うん、だってチューン置いとっても意味ない。楽しそうにマージャンしてますね。うん、楽しそうにマージャンしてる。
皆さん長い間お付き合いしていただいてます、ね、さあこれでリャンソン天杯行きましょう。ファイヤーがありますから ね、 そうですね、一旦モリッチで ね、 一旦リャンソン上がって親 で、 親で頑張りましょう。坂下さんからの上がりをね、たくさん、いや今日は3組とも楽しかったですね。すごい戦いでしたよね。うん、うん、あ、VIP さんのこと褒めていただいてますね。女の子やのに目見応えあるわって来てます、はい、そうですね、めちゃめちゃ見応えある、見応えあります。あのしっかり条件に食いついていくっていうのすごい見応えあるです、うん、ほんまにめっちゃ面白いです。上本町にあるのでぜひ、はい、上本町の VIP さんに、はい、リンさん、まあ、よく言い張ると言ってたんでね、うん、そう、そう。さあこれね、リーズも1、2、2丁のマンガン。さあ、まあ、ここからがね、ここね、ちょっと難しいんですよね。日本は5万とか持っとるからな、坂下。はい。5万はきついな。どうでしょうか。5万対5万2000。だってハネマンでも4回ぐらい当てなあかんやろ、はい、3回でも4パチやからな。突破2回当てないんじゃん。突破2回20、あ、突破2回やったら1000点残るっすね多分。25と24からの、え、じゃあ29になるのか、え、じゃあ49な、3000点残るか。あ、これリンさんめっちゃ褒められてる、基本がちゃんとしてる、そうですね、しっかりしてるさ。今です。さあここに、はい、ここも坂下はね、打たなあかん。ただあいつのさっきの見とったら上がりきるっていうのもあるかもしれない。ちゃんとリーチにはちゃんと対応してそうですね、やるみたいな、うん、俺は難しいことは分からんねんみたいな。おー、いい参考だった。おお、あるあ、けどちょっと高すぎたら、ちょっと高すぎた、まあ、坂下さんからね、そうそうそう、直撮りスナイパーリーチは絶対行ったかんからね。そうですね、スナイパーで女の子頑張れって。おー、すごいすごい、めっちゃ応援されてる。これは応援やだ、応援。いや、ビップさん頑張ってほしいですよ。ビップさんしっかり仕掛けました。これね、ちゃんとこれで泣いたらね、仕掛けにも対応できますしね、はい、さあ、いいシャンテンでございます。はい、もう応援しますよね。うん、さあ、ペイを切りなさい。さあ、これで、あ、じゃあペイじゃないか、チュンか、チュンキャン、いや、チュン持ってる坂下、まだ持ってないんか。そうやったらウーパース入ってチュンノーガード、ノーケアの隙にチュンピッと入ってほしい、チュン打ってほしいな。さあ、あ、もうこいつあかんわ、もう上がる気や、もうプッシュしても、はい、小さ小さで、これはつまる、さあこれは、うん、そうそうそう、行きましょう、そうそうそう、おさんは何、今スワンコ狙ってるか。よいしょ、素直な麻雀、そうですね、めっちゃ綺麗な麻雀です。うん、お昼間にいてるらしいですよ。おお、うえ、来た、こいつほんま急そう、最後まで決めに、おっと、さあ天杯三層チュン、ね、さあ一旦ね、これで麻雀さんがチュン掴んだら、これ何、さあもうリャンピンでしょ、リャンピン切って酸素、ワンちゃんさん酸素ないんでチュンですよね。うーん、わかりました、チュン掴んじゃったり、うわ、びっくりした、水赤やから、赤かったから、ワンちゃんスさんのね、積もっちゃう、赤父さん、積もったらダメですよ、積もったらダメです、積もったらダメです、積もったらダメです。さあ酸素を切りましょう、どうしますか、ツモタダメやで、あれを坂下のツモハイに置きましょう、はい、それは一番今持ってきたやつをワンちゃんさんのツモハイに置きましょう、すって、うん、どうしますか、酸素、そうや、酸素、酸素ですよね、うん、酸素しかで、なんかまあ自弾機でもないし、そう、横にくっつけるでもいいし、
坂下さんを狙うしかないだからあれを坂下さんのつもはにペット置いて知らん顔しとったらあ出た出た出たちょっと切ってやがれウーピンチャオスやんみたいなぐらいの感じでシュンでしょみたいなそうですね3層で、はい、一旦ね振り手に受けつつ振り手にはなりますがもうしょうがないです一旦なんでこれでね、坂下さんに上がれる分はしゃあないですもんね、もうね、うん、一回積もってますからね持ってけへん、あいつが強い、持ってけへん、はい、あいつが強いよはい、最後も正々堂々、あいつリッチして腐るしわー、うん、あかんねこれフリテン、フリテン2、フリテン、ね、ってことは、まあ、これイーソー、イーソーって切っていってこれそう、リーチもかかってるからな、やんにくいなこれ、まあまあもう一回、つもぎりでもいいけど乾燥層にできひんできひんかできひんですほんまあできひん、ウパソタラできひんす、できひんす、全然おったおったもういもうね、これでもダメですよ、リャンソーでリョン言うたらダメですよイジイジしてくるおー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 カン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 シャータンキできひんできひんあ、フリテンやフリテンやフリテンばっかりやもう嫌やあ、西も出てるフリテンやフリテンだらけおいしょ、食い下げしかも当たりしんどでもこれまた積もってもうてとかなるんじゃないの積もったらダメなでもさ、坂下さんから出ることないっすやんいやもう、もうあ、ほんまや積もやからいいわ最悪や、この急須はいやでもただパーソ入ったら分かれへんからねあ、そうですねパーソ入ったらチュン切ったらチュン切って数値そうですもんねパーソ入れ、パーソ入れ、パーソお願いから入れやろよし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 ちょっとめっちゃわし一生一生パスおるからね白出てけへんし一生振りで泣いてるおさんは竜イーソーを狙ってるなあーそういうことですね、うん、はいうわーカン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 これ絶対カンカンさあさあさあこれ急走積もらんことに乗りましょうあーだ急走とかあかんね急走とかあかんね急走とかあかんねペッペッあじゃあ無理やな急走掘ったあかんから急走掘ったあかんね急走狙ってるやんそうそうですね最後の最後にだから白どこにおんねん白どこにおんねんパソパソパソあもう白あかんねん白持ってきたあかんねんああもうさ持ってきたんちゃう持ってきたなさすがにさすがにもう白の時間でしたねいやから何持ってきたんのまあパソではないよなもうさすがおいおいわん怖いな白あそうこれ、最後に何のスリーやんむっちゃでかいしむっちゃでかいしリーズも3アン123123123何やん何やんいやーすげえなーねえあいつすげえなだ上がりきったわいやもうねえリンさんがすごいリンさんの振り天神をかわいそうすぎましたわ振り天祭りやシャワーカンシャワーカンみたいなすごかったなぁ。面白かった。あのチューン勘ですね。いや、もうこれ、そう、あのチューン勘してね、責任払い狙いで一旦勘はある。フリテンでも OK! みたいな。こっちの全員カン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 。うわぁ。ちょっとおもろかったですね。熱なりましたね。いや、めっちゃおもろかった。おもろかったですね。条件があるだけに。ね、坂下さん断トツでも行くんか思ってたら、こじれましたもんね。やっぱあの全曲のあれやわトリプルが効いてて、全曲っていうか前のハンチャーのトリプルがまさかのね、うん、モさんはあの今リュウイソーやったやろリュウイソー遊びしてる青ないリュウイソーいいじゃないですかね青なし OK ですか青なし OK OK ですねいやーすごかったないやーいいとこまで最後で何やあのでかいって裏も3乗らんでええわ言うていやまあでもねこれで、純潔までに、坂下さんがこう、ね。いや、そうやね、そうやね。抜き打ちもせず、しっかり、しっかりトップ取ったからな。うん、すごい。見据えてんのやろな、次のハンちゃんを。うん。シュンみたいなやつやな。回じゃなくて。ん回。シュン、シュン。シュン、黒沢さんと最後の麻雀やってんのに、次僕とやったら負けるかもっていうイメージ持ってもらいたくてって言って、上がっとったよトップでもね上がりしっかりしとったでもトップですいやそれすごいいやすごい
普通に強いっすやん。うん、びっくりした。名前さん超えてるかもしれない。そうない。そうない。うん、そうない。今までやっぱ植え付けてきたイメージみたいなのあるから。まあ、イメージは強い。そうそう。だからさっき、じゃあ麻雀する数だ。嫌ですって言ってたよ。言ってたイメージでやっぱ戦わない。負けるかもしれないし。絶対負けん。負けへん。それは大事。これで？いや、そんなんせんでも絶対負けへん。負けへん。うん、余裕。6回やったら？余裕。余裕か。うん、いやー、難しかったですね。いやー、リンさん行ってほしかったなー、私は。めっちゃ欲しかった。一番おもろいとこに行ってほしかったですね。すごかったー。欲しかったー。いやー、条件があるだけにね。さあ、それではね、もう早速、あと後ろだけね、ちょっとタオパイパーさんにお願いします。帰ってください。すいません、ごめんなさい。この椅子、あ、そう。モサンのなんで。さあ、タオパイパーさんどうぞ。お疲れ様でーす。お疲れした。負けた。ありがとうございます。ね、言ったでしょ。ダサい。何が？ダサい。タオパイパーさんがマイナス131。1回戦で負けようが、2回戦で負けようが、ダメ。ワンチャンスプラス210となっております。ちゃうす。そうなん、何が違うの？2回戦まで行ったっす。うん。で？泣く前さんは2回戦まで行かへんかったっす。そうやで。で？な、虚しなるやろ？でもやることないですもん、最後は。いや、それは、それは最後だけスポット当てたら、それはやることないわ。別に、そんな後悔してることはないです。あ、情けな。店長とか応援来てましたよ。だ。うん。うん、バイバイ頑張れとかいっぱい来てましたよ、うん。みんなの応援を全部無限にしたわ。何で負けたらやっぱこんなんなんねん。弱者は罪や。いや、でも、頑張ったよ。頑張ってた。それは確かに、まず。なんかこれをミスしたから、あれしたみたいなのなかったから別にまあもういいかなと。じゃあな。最後のハンちゃん。あれですね。あれやったらもうちょっと。出前無料にしてもらいます。出前無料。何でも。出前無料にしてもらいます。出前倍。持ち込み料かかる。負けちゃった。出前なし。持ち込み料かかる。はい。では、PR お願いします。はい。タオパイパイは東大阪にあるお店です。はい、麻雀、うちに来てくれたら、2回戦くらいで負けてしまう。弱い店長とも麻雀することができるんで、はい、よかったらいじめに来てください、はい、ぜひ、ね、勝ちの味をね味わいたい人はぜひタオパイパイさんに行ってあげてつかさい。こんなね、はい、神じゃないですか。僕みたいなもんに会いに来てもらえたら、はい、ボコボコにしたってつかさい。楽勝ですわ、もう一瞬一瞬ピンと終わる、はい。いや、残念やったな。途中までな、やっぱしっかり食らいついとったけどな。どこで漏れた？逆に漏れたって、あーちゃーっていうの。いや、特に漏れたってよりも、なんか一回オラスでなんかトリプル、あ、裏すぎ。あれ、そうあれやられた瞬間に、あ、笑顔ってなった。そうやな。なんかもう見えたわってなった。ああ。まあでも。また、最後もな、竜椅子遊びしとったもんな。うん、ちょっと楽しかったです。ちょっとおもろかった。竜椅子遊びしとった。できるかな、できるかな、みたいな。ちなみに最後、ビップさんが切った青で竜椅子の可能性はゼロになりましたから。リャンソーと青が3枚ずつ切れた。終わり。燃やそう、テンポイ燃えることなくなったいや、すごかったな。まあまあけど、その、条件を追う姿しっかり見せてもらいました。はい、素晴らしいマダム、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ちょっと敗退はね、残念ですけど。お疲れ様でした。運営、さあ、それでは、ビップさん、お願いいたします。さあ、ビップさんをお呼びした。ちょっと待ってくださいね。あ、どうぞ。はい、どうぞ。はい。いやー、すごかったですね。本当に。もう最後、つらかった。いや、けど、すごかったです。条件ギリまで。本当にすごかったです。すごかった、すごかったです。いや、本当にすごかったです、普通に。あれね、急そうね。でももう、やっぱすべてはウーピンやってもうた感が。いや、あれね、けどね、あれ難しいところがね、いつのウーピンですよね、多分。ね、ディーペイコーになって、はい、私、サブローソンのないとこを欲張って、親の、直取りを。親には刺さらないウーピンを。はいはいはい。トイメンさんに刺さらないウーピン切った時に。あ、あ、はい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 、はい。あれですね、親の、親めっちゃ仕掛けてたやつですね。ほんで、親、手からボロボロいっぱい出てきて、何やねんって思ってったら、ウーピンね、横に刺さったやつですよね。あれね。あれが全てでしたね。あれがもう、えらいことやっても。いやでも、最後の最後まで。いや、そうなんですよ。めっちゃ面白かったです。途中10番積もったらみたいな条件まで多分寄ってたでしょ。ねえ。そうです
で、最後もね、しっかり条件作ってとかって、なんかあの、少年ボーイがリッチとかできてね、あいつはあいつでしっかりトップ。あれね、積もられへんとか、ね。何でもいいのに、シャアも切ってもうてるし、みたいな。いやー、ほんまに。キュース当たっちゃうしね。ただもう応援コメントすごかったですよ。あ、ほんまに、はい。頑張れ頑張れって、めっちゃしっかり打つ子置いてるやん。っていうコメントすごかったです。ありがとうございます。ほら、リンパイで一番見やすいマージャンでした。お疲れ様。お褒めの言葉。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、ちょっと負けてしまって残念ですけど、素晴らしいマージャン見せていただきました。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、それでは、ビッピさんはどんなお店でしょう、どこにありますか、上本町の駅すぐで、ワイワイ楽しくやってます。配信見たよって言って来ていただいたら、5ゲームサービスしますので、はい、ぜひ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 いっぱいいらっしゃってください。はい、上本町で、ね、綺麗な方とも打てるんで来てください。はい、上本町ビップさんよろしくお願いします。お昼に、はい、まあまあ、結構あります、ちょこちょこいます、ちょこちょこいます、はい、いろんな時間にあります。いますはいですね、ちょっと結果はねちょっと残念でしたけど、もう内容は素晴らしいマージャンでした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ビップさんでした。三組ワンチャンさん、ワンチャンさん、なんでそんななんですか。いやもう強い、なんやお前あのチューンなんで切らんかって。あのチューン、めっちゃ考えてていろいろ聞いてて、いや10番食られたら怪しいって、怪しいって、怪しくはなかった。あれ切るよ。そうなんですか。うん、あけど怪しいって言われとったよ。はい、あそれは切られへんわ。切られへん。あそれはそうか。じゃあほんで、うおこいつもう上がりきるんやと思って。はい、いやあれはもう打ったら終わりです、トップ。うん、やったと思ったんだけど、まあ、ただ取られたら切りづらいから、そうですね、なんか下手しいトリプル。あ、そうですね、トリプル。いや、だから、あれなんでチューン置いとったの逆に。泣いてもらった方が打点って分かりやすいやん。リーチ来るまでチューン置いてたよ。何してんねんって思って。ほんで最後、チューン切られへんかって。何してんねんやろ。いやー、ほんま、そうっすね。しょうがない麻雀してました。いやけど、あれやで、しっかりトップ取り切ったから。うん、いやー、すごい。ラッキーしてました。普通にめちゃくちゃ強い。お前そればっかり言うやん。ラッキーしてました。実力や、実力。めちゃ強い。普通に。いやけどこれ、あれやん。メンファクトリーって来てるわ。メンファクトリー もっとメンファクトリー。メンファクトリーが来てる。美味しいお店なんでね、めっちゃ。つけ麺屋さんですか。ワンチャンスの宣伝せえ。宣伝してる。ワンチャンスの T シャツ着てこないか。いやけどこれあれワンチャンスのオーナーさんも多分ちょっとおーってなってる。仲間内さんなってましたよ。いやお前もやんけみたいな。へえじゃないよな。やっぱ地頭いいからな。あの着る範囲のセンスは。そうまあ自分でも分かってると思うんですけど、馬強に対応するとかはまだあれかもしれないけど、着る範囲は抜群。しっかりしてた。何も状況ない時に着る範囲はうまいわ。普通に。あのね、もうそのチューンとか残しても最後に単位落ちるとちょっと上がっちゃいますもんね。しぶとーとね。アルフォーマー変えましたね。もはやメンチャンスって書いてるもんね。名前変えましょうもん。メンチャンスね。いや、すごいな。ちょっと見直しました。正直。ありがとうございます。いや、ほんでなんかその、切り順とかなんか雑でとかじゃなくて、ちょっとうまい。うん、しっかりした手順やから、ちょっとほんまに見直した。はいはい、坂下くんって呼ぶ。これで次、準決。そうだ。もう準決やで、もあと、準決上がって決勝、あと2回勝ったら優勝？いやそれ準決決勝学勝2回勝負。2回勝負。いや、出たさすがに。あかん。あ、まだビッグマウスで行って、ね。ビッグマウスで行こうか。次、14日なので、はい。頑張ります。じゃあ、ワンチャンさんの PR お願いします。ワンチャンス、地下鉄谷町線の手間押し駅から、歩いてすぐの雀荘です。セットしかやってないですけど、まあ、居心地いい雀荘なんで、はい、あと、なんか、一人もう一人欲しいなって時は店長が売ってくれるんで、はいはいはい、坂下さんは売らないのね。はい、僕は時々いるんですけど、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。お待ちしております。さあ、素晴らしいマージャンありがとうございました。純潔頑張ってください。頑張ってください。うぃー。頑張ってください。では、町田さんでした。お疲れ様です。おめでとうございます。いやーすごかった。はい。2回戦。今日も面白かったな。1日目終わりました。今日は、いただきセブンさん、和歌山リオさん、今のワンチャンさんが残られました。すごい。で、14日が準決。14日っていうのは次回放送がが5月の7日。5月の7日。その次が5月の9日。ゴールデンウィーク明けになります。そうですね。ちょっとゴールデンウィークはね、皆様ちょっと忙しいんで。はい。お休みとなっております。5月7日。5月7日の11時から、また、はい、1日。です。3組はい。させていただきますので。
わかりました。皆様、今日も長い間お付き合いありがとうございます。皆様もありがとうございました。ありがとうございます。それでは5月7日にまた会いましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみなさい。